是 Julie， 我是 Chisa， 我是 Coconut， 我是 Julia， 我是 Hinata， 我是 Hardy， 我是 Maya。这次我们带着亲身 mini 专辑 New DNA， 再次和大家见面啦，请多关照。ビリビリのアルファーズの方たちがすごくニューダンスが来たのでニューダンスやりますか。そうですね。そしたらブリッジブリッジパート。Yes, Bridge Part. I like the bridge. Six, seven, eight. We just wanna dance all night. This beat has got me feeling alright. So take a step and turn around. Ow! Put your hands on your toes. As long as you stay, keep your eyes on the floor. Hey, don't care who's watching. Let me show you how we go. Pop, pop, pop.Like an intro, I've been on the move and I've been not stopping. Don't miss the beat, we got to hip hop it. Waiting for this moment, never gonna let it go. Turn up the music now. Get up, this is your time. So here we go, let them know. Yeah! Yeah! 最高です。最高です。楽しいですね。Healing part. はい、今回の私のファーストミニアルバムは New DNA が全体の制作テーマになっています。 XG らしく常識にも枠にもとらわれることのない新たな種族であるという表明を果敢に作り込めました。 XG のニュー DNA を視覚的にも聴覚的にも表現した衣装でありながら革新的なミニアルバム仕上がっています。お楽しみください。実はこのミニアルバムの New DNA がストーリーがつながっていて、はいはい、そうなんです。そうですよね、はい、そのからみんなこう生まれました。はい、生まれました。ガールギャングで宇宙からある星に到着して、 TGIF でそれが拡張超進化で、ニューダンスで探索をして、で最後パペットショーで祝祭っていうフィナーレを迎えるっていうテーマになっています。これはすごいストーリーの見どころかなと思います。そうですね、 MV とかも見ていただけたらすごくこうストーリー性とかも感じられると思うので、楽しんでください。 Yes! Yes!今回は本当に短い期間の中でたくさんのコンセプトをメンバーのみんなそれぞれが演じていたので、そこが大きな挑戦というか、すごい新しい挑戦だったなって思うのと、そうですね、あとまあ個人的に水の中で目を開けて進化したんですね。ガールギャングです。それが結構私にとっては本当に大きな挑戦でした。で面白いエピソード、はい、言ってもいいですか。お願いします。あのパペットショーで日向さんが今回あの上にこういう伸びた二つ結びをやったんですね。人魚さんみたいな。本当にそう、それがあのみんなで昆虫みたいっていうのを話しててすごく可愛かったので、なんか幼い日向を見れてすごい幸せでした。可愛かったです。意外とダンスしながら全然ぶつかんなかったっていうのがすごい面白かった。確かに。たまにびっくりしてここにあるあったたまにしかいない。もうあみんなで感覚しちゃって意外とこれで攻めたし、でもめっちゃ似合ってたね。本当にひーちゃんめっちゃ似合ってた。もう選べないけど、はい、TGIF の、 あのミュージックビデオの一番最初に出る服あるじゃないですか。あのみんなちょっとお揃いみたいな感じで、あれがかっこよすぎて、かっこいい、一人一人の個性もちろんありつつも、なんか統一性じゃないけど、そうだね、私個人的に好きなのジュリーちゃんのサングラスつけながら、あ最初のシーンとか、あれめっちゃいいよね。めちゃくちゃ好きです。私もココナと一緒で TGIF の衣装全部大好きで、特に印象に残ってるのは、でも全部印象に残ってるんですけど、コーナーの全身緑で、あれいいね、めっちゃかっこいいね。ちょっとネオンっぽいやつ似合って、全身緑、本当宇宙人って感じ。宇宙人、宇宙人それな。じゃあ私はあのガールギャングとみんなすごい、はい、個性それぞれ違う星から来ましたね。タイツの衣装が一番お気に入りかなと。アニメから出てきたような
感じだった、うん、みんなキャラクターみたいで、ね、そう、みんなキャラクターみたい、すごいかわいい。あ、私はニューダンス、はい、もうみんなの衣装が大好きなんですけど、あの最初にみんなで海の前でさ、夕日をバックに踊ったら、あの時のみんなの衣装がもう大好きで、ね、それこそヒップホップのストリートで、そう、ストリートも、ストリート系もすごいニューダンスにあって大好きです。前は実はエミちゃんと同じのを言いましたんだけど、ニューダンスの、本当に全て好きなんですけど、うん、私特に夏も、まあ、すごい、あ、冬も好きなんですけど、夏も特に好きで、なのでなんていうの、海で踊ったさ、あの水着、本当に水着の衣装あったじゃん、もうそれがもう、なんか一緒でもそう見ても、あ、夏こいつだよねみたいな思い出、すごい思い出がいっぱいある衣装だなって、ね、あれでみんな出かけたい、出かけてる、ね、海多分ね、夏すごい涼しいじゃん、めっちゃ水コース、ね、かわいいです。はい、私も本当に全部大好きなんですけど、はい、パペットショーの、MV のこれじゃないもう一つの衣装、あるね、あれすごい大好きで、かわいいね、ひななとか、オオカミの帽子かぶって、あれジャケット写真の方ね、そうです、撮影のめっちゃいいです、かわいい、かわいい、確かに特徴的で、ね、実は私もちょっと選べないんですけど、パペットショーのちょっとホワイトがコンセプトじゃないですか、全体的に、うん、これも詳しい、もう一個の方のミュージックビデオの方もホワイトだから、ね、なんかその XG ってさ、まずギフトが真っ黒から始まって、うん、結構なんていうの、かっこいいって感じだった、うんうん、でなんかちょっと紳士的な、はい、紳士的な、紳士ではなかった、女神的なちょっとなんか新鮮かなと思って、うん、すごいホワイトです、好きです、いいですね、めっちゃいい、はい、はい、本当にみんなお見せしましたと思うんですけど、はい、もうニューヨークと LA 両方とももうすっごい温かく迎えてくださったりとか、本当にもう歌ってくださったり、サポートの、もう愛がもうすごい溢れてたので、本当に何よりも私たちも感謝の気持ちいっぱいあったし、もう感動してもうすごい嬉しかった気持ち、もう思い出しかないよね、本当にもうみんなが終わった後じいちゃんとか泣いたりとか、実際ステージで見るとちょっとみんなうるうるしちゃったりとか、本当にすごいアルファーズとマヤたちがもう一つになった感がすごいあったなって思って、本当に何よりも感謝と幸せで溢れている、はい、時間になってます。めっちゃ行きたい、行きたい、アルファーズ行きたい、約束できるものはないんですけど、私たちもすごく仕事アルファーズにお会いしに行きたいと思ってるので、皆さんぜひ待っててください。イエーイ、毎回毎回なんですけど、やっぱりアルファーズにもっとかっこいい、新しく進化した姿をお見せしたいので、そのためにも一生懸命毎日日々練習を頑張っているので、楽しみにしててください。あと、まあ、ノースポイラーなんですけど、あとアルファーズにとっておきの、もうアルファーズが絶対に喜ぶプレゼントが待っているので、あ、待っているので期待していてください。もう多分きっといつも期待をしてくださり本当に感謝してるんですけど、もうその期待をはるかにいい意味で裏切る数字であるので、楽しみです、楽しみにしてください。本当にそのように言っていただけてとても嬉しいです、ありがとうございます。私たちはそうですね、なんか本当になんか XG の良さってみんなの絆だなっていう風に私自身も感じていて、すごいコミュニケーションを大事にしてるかなと思ってね、練習生の頃から宇宙会談っていうミーティングを週に1回必ず開いてるんですけど、そこでなんかこう寮であったことだったりとか、それぞれの悩みだったりとか、もう全然くだらない話でも何でもこうみんなでオープンマインドで話すっていう空間をすごく大切にしています。例えば意見とか違う時もね、すぐなんか話し合う、その場でしっかり話し合って解決してっていうのがすごい XG の習慣になってる、 XG スタイルだなと思います。そうですね、休みの時はメンバーと一緒にショッピングに行って、お洋服買ったりと か、 なんか好きな、もう大好きなアクセサリー買ったりとか、あとは私が一番好きなのはみんなと一緒に映画館に行って、わかるー、最高だ、幸せな時間で、みんなと見るのが本当に格
ごい楽しいです、ね、はい、最近はあの君たちはどう生きるかっていうジブリの映画を見ましたけど、ね、すごい良かった、ね、いい感じしたよね、本当に。もちろんみんなもちろんちょっとは見るじゃん、ね、やっぱりさ、うん、だけどちょっとやっぱめっちゃ前の宇宙前の宇宙のストーリーすぎてちょっとやっぱりやっぱなんだろう、まだまだちょっとベイビー、ベイビー、ベイビープラスこうだったなっていうのが鮮明にまだ覚えてる、まだ分かる、まだ記憶がまだ鮮明だからこそ、なんか例えばちょっとさすごい悲しいっていうかこととか、その悔しかったこととかをやっぱ見るときは鮮明すぎてちょっと思い出しちゃってちょっとちょっとはありますやっぱり、確かに、ね、ね、みんなどう、うん、いやでもなんか可愛いって言ってる、いやなんかまだそのすごい過去ではないから、そうそう、まだ XG は始まったじゃないですか、そうそう、だからここからまだ進化してる途中だから、そうだ、ね、そのちょっと前のことで言うと恥ずかしくて恥ずかしくて、分かる分かる、実は私かもそうだね、でもなんか映像とか見たらさ、ダンスの映像とかもあったじゃん、それを振り返ってすあ見て懐かしいなって思い出す時もあれば、確かにあ見れないみたいなそう両方だね、なんかすごいやっぱあの時すごいみんな、あの時があったからこそ今があるから、そうだね、すごく大事大切だなっていうのは思いながら、ちょっと恥ずかしい、あとサイモンさんとかもさ、なんかがインタビュー受けてるのとかも出てたじゃん、うんうん、私知らなかったじゃん、そうだね、そうそう、ブライズだったし、サイモンさんの目線の私たちこれなんだね、わかるわかる、確かに新しかった、すごい見てて絶対見た方がいいなと思います、はいでももっともっと XG あるので、yes、 あのいつか大人になったらね、鑑賞会しましょう、確かに30歳とかになって40歳ちゃんと見たい、40歳とか30歳になってみんなでエクストラエクストラ見たらどうなるのかって、そうね、なんか違うだろう、めっちゃ泣いてそうね、シンボルでもあり、うん、狼の群れの集団力だったり、家族を大切にする、そういったのが本当にたくさんのインスピレーションになっているので、皆さんから取り上げていただけてとても嬉しいです。あと実は、はい、今回のアルバムにたくさんの狼要素が隠されているので、皆さんお気づきですよね。もちろんメンバーの皆さんね。はい、そうなんですよ。あと僕もです。はい。そうなんです。はい、なのでですね、ちゃちゃちゃ注目して皆さん探してみてください。オオカミ探し、オオカミ探し、もちろんです、まず本当にそう言っていただいてありがたいです、はい、私たちがそんな存在であるっていうことだけ本当に嬉しいです、やっぱりじゃあ私からちょっと名言的な感じで、おお、ね、いいですね、お願いします、しさちゃん名言、さすがです、何に挑戦するにも何に立ち向かうもあなたの自信と本気の気持ちさえあれば絶対大丈夫です。失敗は成功のもとという言葉があるように、はいはい、私は失敗からの方がたくさん学んだので、ぜひ一緒に宇宙に行けたらいいなと思います。わー！かっこいい！やるじゃん！チーター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 ！ではまずガールギャングから見ていきましょう、はい、見ていきましょう、え、すごい、すごいじゃん、すごい、かっこいいじゃん、メイクメイクメイクもそのまんまよ、衣装も一緒、衣装も一緒、え、取り上げた、わあ、
すぎるね。すごすぎる。本当にすごい。Amazing。チャンネルは。では次 TGF 行きますか。はい。Let's go TGF。
良さを理解してやってくださってるから、本当にすごいと思います。なんかみんなが入団式を聞いて楽しんでる姿がすごい嬉しい。嬉しかったね。嬉しい。これを見たかった。これを見たかった。本当に最高。最高。最後。わお、期待、期待が一番最近だからね。あおブラックだね。ブラックだ、ブラック衣装だ。え、上手、上手すぎる。え、綺麗すぎる。めっちゃ揃ってる、めっちゃ揃ってる。Like when our fingers lay good and tell us no, no, no. What is it? What we play? Do anything, anything, anything. When you got a hanging with me, how much do I trust? Go! Hey! 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 Hey!
ショーのブリッジパート。あー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 ここだよ、大好き。さすが名僕。あの、ね、ねねねねね、今ジュリアさんが歌ったので。え、そうだったの？え、知らなかった。楽しそう。
ということでした。面白い、はい、最高、はい、ビリビリのアルファーズの皆さん、たくさん投稿いただき本当にありがとうございます。このような形で皆さんとコミュニケーションが取れてとても嬉しいです。 UDNA もたくさん聞いてくださいね。いつか中国でお会いできることを楽しみにしています。以上 XG でした。ビリビリキャンペーン。